通して日頃の練習の成果をあまり練習していないチームもあるかと思いますけれども、怪我をしないように明るく楽しくそして元気よく心地よい汗を流してお帰りになっていただければありがたいなと思っているところでございます。また今日